まっすぐ勝負。空振り三振です。空振り高めに行きました。三振ツーアウト。ただその150キロの時のストレート140、いいボールだ。148、今日の最速タイ、見送り三振。これは打てません。前で、牽制にしてもね、はい、バッターによっては前を取るとかね、そして打たせて取るようなところは、ストレート三振7つ目。この鹿児島実業、高め振らせる。空振り三振144の7回。あーっと手が出た。空か、ストレート、ストレート三振12個目。体感感じてるでしょうね。まっすぐ13個目。空振り三振、スライダーで取りました。14個目。フルカウントランナーが全員スタートします。見逃し三振、ストレート高め、また外、今度はストレートビシッと決まった。今日3つ目の三振。ストレート、ここはビシッとまた決まりました。ナイスボールです。インコース変化球ギリギリいっぱい、見送り三振。スライダーで奪いました。今日6つ目、ね、はい、ストレート、またアウトコースっていうことは失礼ですけども、という形に。空振り三振、スプリットを投げてきました。これが9つ目。ストレート今日10個目。見逃し146、ストレートアウトコース、3者連続三振。8回の裏完璧に締めました。金足農業いいですよね。そうですね、見逃し三振、これで4者連続三振。ギアをさらに高めている9回のピッチング。空振り三振、ストレート145キロ、低め、空振りの三振です。ツーアウト、外、空振りの三振です。スリーアウト。気分はいいと思いますね。あ、そうですか、低め変化球、外、ストレート、空振り三振、ツーアウト。今の勝負どうご覧になりましたか。いやー、いいボールですね。空振りの三振、外、ストレート、見逃し三振、ストレート、アウトコースいっぱいなんですね。空振りの三振です。変化球、スライダーで空振り三振。ツーアウト、ランナー二塁一塁になりました。その変化球、空振り三振、ワンアウト。空振り三振、ツーアウト、176センチ、81キロ、空振り三振、はい、あー三振。今日のマックス対145キロのストレートで先頭バッターにどうでしょう。空振り三振、これで3つ目、入れてるそうですけれども、三振、土田君は先ほどいい当たりしてますからね。あー、また三振と言っていい様相なんですが、三振になっています。
汗びっしょりの吉田輝星、外ストレート空振り、うまく落とした、空振り三振、アウトローいっぱい、次の1球空振り三振。今日も最後の9回の表のバッターを仕留めて2桁10奪三振、空振り三振、見送り三振、今日2つ目はないんですと小倉監督話をします。空振り三振、走って2点目で取られるって良いですね。空振り三振、ここでもギアを1つ上げました。すごい吠えた吉田輝星、ピンチで今日4つ目の三振を奪いました。追い込みました、そして空振り三振を奪いました。これで奪った三振が5つ目になります。もう見送り三振、今日最速147キロ、空振り三振、吉田を奪えた、勝負どころで空振り三振を奪いました。1点を捉えた吉田輝星ですが、最少失点で切り抜けました。変化球、キャプテンを三振。いかがですか古田さん。素晴らしいですねこれ外、はい、すごい巧みについてますね。変化球、1回のピンチ、3番4番連続三振。番高橋は吉田のすぐ横、スリーバント失敗、力のこもったボールだ。